こう。たまらん。あそこがパピオラニ公園。横断歩道がどっかに。ほい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 って言う。さあ来ましたね。転がる。あの辺の木陰がいいんじゃない。気持ちいいねここ。いいね、木陰が。涼しい、しかも。すごいね。気持ちいいです。空がバーッと見えて。パイプがある、はい、ほら。あ、本当だ。なんだろう、ね、あれホテルなんじゃないかな。だからずっと行くとカハラビーチになるんじゃないこれ、うん、この辺は今はねビーチではないけどね。そうだね。今日も快晴、快晴。
どうかなって感じ。あ、大変じゃねってなれば、うん、バーンってもう、だから GoPro なんだ。あの、陸でも海でも行けるから。あ、オスモの防水パックもね、やっと販売されたんだけどね、まだ買ってないんだよね。手に持って泳ぐのって技術いるからね。うん、なぜか僕はできちゃうからさ。意外と賑わってるビーチ、ね、すごい賑やかなんですけど、ここ気持ちいいな。気持ちいいね、ここ。こことこれが映ってる。うん、感じなんですよ。ここが海岸のビーチかと思われます。うん。来たねー。砂がついた。痛い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 。砂が痛い。貝が、貝が入ってきて、うん、なんか石が入って痛い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 。砂間に入っちゃう。うん。でも波穏やかだね、すごく。これはいい。うん。ただ奥に行くと、あ、でも筆立ってるね、大人の筆で。うん。これはちょっと期待できるか、魚。うん。行きますか。うん。あとはどの辺に陣取るか。そうだね。おお、いいね、ここ。
まあどこでもいいけどね、もう場所さえ取れれば。コラムなんて書きたい。綺麗、なんかちょっと何かブルーを感じる。うん、シュノーケルしてる人もいる。うん、日陰だから人がいっぱいいるか、これ。あとはもう本当に適当にこの辺で。はい、ではここをキャンプ地とする。いやー気持ちいいね。湘南じゃないよ。湘南じゃないです。ハワイです。